そして休憩明けまして、私の応援行動、武田浩二選手 VS ハワイトライアウト上がりハワイアンバーサーカーの異名でザック・ゼイン選手。ザック選手は奥さんが出てっちゃって、子供2人を自分の母親のところで現在育てていて、人生を変えたい、日本でキャリアを終えたいと過去語っておりましたね。試合は1ラウンド、ザック・ゼイン選手のパンチ強烈、左右に振っていく、気合十分、そこをかいくぐり武田浩二選手組みつく、そこからバックを取り、セコンドからはジャーマン行ってもいいよとの指示に、というよりは持ち上げて横に落としていく、それを3回、そこから股の間、ガードポジションで武田浩二選手が上、そこから武田浩二選手腕を取りに行き、ザック・ゼイン選手たまらずこれにタップ、柔術家のゼイン選手から一本勝ちとなりました。何もさせなかった武田浩二選手の完勝ですね。そして手を交差させ勝利の武田浩二ポーズ、これまだちょっと浸透してないんで、わからない人は調べてみてください。マイクはザック・ゼイン選手、フィジカル強くて最初ペース取られちゃったけど、でも1ラウンド1本で決めれてよかった、大晦日も出る気満々です、でした。よし、黒さは強さで、サトシ・ソウザ選手はライジンの力が見せれて嬉しいと同じ階級にもかかわらず拍手で、サトシ・ソウザ選手はここで解説のお役御免となりました。